第5、26日に放送された日本テレビ系メレンゲの気持ちに出演したゴールデンボンバーの桐生院翔が第5とのエピソードを披露した。番組には第5が VTR 出演し、桐生院との関係についてプライベートで食事をしたり暇な時に電話したりする仲だと明かし、恋愛トークについては一方的に俺が切り翔くんにしてましたねと話した。そして第5は奥さんとまだ当時結婚してない時とか付き合ってる時とかに人の写真とか見せて超美人じゃないって言ってと妻北川恵子との交際中一方的に桐生院に話していたと振り返った。ほでについて桐生院は北川恵子さんと付き合ってるっていうことをまだ世間が知らない時に教えていただいたと聞いてやばいこと知っちゃったと思って、何このビッグカップルって思ったと当時の心境を明かした。この放送に視聴者は TW 板に第5ほんと北川景子のこと好きなんだな、第5かわいいな、 W 幸せ夫婦、第5めっちゃおせ、そりゃ超美人でしょうよなどコメントを寄せている鬼流。ヒント第5は以前テレビ番組で出演した際、第5が自分の奥さんのことだけどさと前置きながら言っちゃいばね、めちゃくちゃ美人じゃんと妻をベタ褒めし反響を呼んでいた